はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。ライトロード大好きおじさんです。本日なんですが、ライトロードのね、60枚構築型ですね。この間の40枚構築は動画にさせていただいたんですけれども、あのね、個人的には60枚の方が僕好きなんですよ。なんでかっていうと、宇宙が起きるから。宇宙を起こすカードご紹介しましょう。隣の芝刈りさんです。自分のデッキの枚数が相手よりも多い場合、デッキの枚数が相手と同じになるように自分のデッキの上のカードを墓地に送ると。これで、まあ、基本的に相手が、まあ、40枚デッキだったとして、こっちが60枚だった場合、20枚墓地送れるんですよ。これが宇宙。これライトロードにとってね、墓地肥やしで芝刈り使えるのマジ宇宙だからこれ芝刈り発としたらマジやばいこと起きるんで、ぜひ皆さんも一回試してみてください。マジで癖になるんで、これすごい楽しいんですよこのデッキ。まあ、どういう動かし方をしていくかっていう、ルートがあんまなくて、これマジで落ちたカードによって結構ルートを変えていく感じになるんで、ライトロードって。だからそれが楽しいっていうのもあるんですけどね。基本的には狙っていく盤面としては、先行であればね、まあ、芝刈りとか、援軍とかから、まあ、打ってって、で墓地肥やして、まあ、先行制圧できるモンスター、例えば、まあ、ギャラクシータイタンギャラクシーとか、あと、まあ、超雷竜サンダードラゴンとかね、これサーチ不可になるやつね、相手だけとか、バレルロードサベージとか、それから、まあ、ライトロードセイトミネルバーとか、まあ、この辺のね、あと マスカレーナとかね、あの月下竜とか、この辺のモンスターを、まあ、立てていく。先行だったらね。で、後攻だったら、もうひたすらに大暴れしましょう。ディンギルスとか、それから、なんだ、ブラックローズとか、アクセスコールトーカーとかね、この辺のカードで大暴れして、もちろん、レビオニアとかも入ってますから、この辺でモンスターで大暴れして、まあ、ぶん殴っていくみたいな感じの、デッキになってます。まあ、結構やっぱ先行の方が、まあ、妨害少ないので、相手のね。なんで、まあ、先行の方が有利だと思いますけど、まあ、後攻でも十分強いデッキになってるんで、まあ、ちょっとこの辺をね、見していきたいなというふうに思っております。動かし方は、マジで、固定の動かし方がないので、アドリブ力が試されます。これ、このデッキ、僕いつも比喩してるのは、パチンコみたいって言ってるんですけど、芝刈り打ってから、なんか確変状態に入る感じするんですよね。なんかその、自分の大当たりが止まんなくなる。展開が止まんなくなるんですよ。芝刈り打つと。なんかもう、なんでもできるみたいな。すべてができるぞみたいな。全モンスター出るみたいな、エクストラから。まあ、そんな感じの宇宙みたいな展開を今日は見せていきたいなというふうに思っております。で、まあちょっと40枚構築の方と変わってる点だけちょっとお話ししていくと、未開域が結構多く入ってますね。未開域のモスマンとか未開域のサンダーバード、この辺が入ってて、これ展開する要因プラス手札減ないんで、まあ、これかなり強い札になってまして、でしかもこっちレベル8だったりするんで、結構ギャラクシー系とか、あとディングルス系のこのレベル8、ランカチか、ランカチのモンスターとか出しやすくなってるのと、あとあれですね、サンダーバードもちょっと多めに入れることができるんで、60枚だと結構墓地に落ちやすくなってるから、ある程度ね。なんで、雷電竜サンダードラゴンから、雷鳥竜持ってきて、超雷竜みたいなことが結構できるんで、まあ、これがやっぱ一番強いところかなみたいな感じですかね。あとはそんな変わらん、うん、そんなに変わんない、40枚構築と。でも俺は芝刈りの方が好き。早速ね、対戦動画でこの宇宙を感じください。今日のデッキは、今日のデッキっていうか今日の動画は遊戯王じゃないです、宇宙です。リュール3倍。よし、先行は取れた。ハンドは弱いハンド弱すぎない。これモスマン行くしかないんだけど、ちょモスマン、よし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 、でモスマン特殊召喚できる。モスマン特殊召喚してワンドロー、よいしょ未開域しか来ねえ。ソーライクシーンにセットするか。ライトロード引いたとき結構強いんだけどな。難しいっすね。セットしてから動くか。ちょっと、まあ、ワンドロー来るかもしんないしな。こうして、で、こうしましょう。当たんないでください。あー、当たっちゃったー。まあ、でもしょうがない。これは。これはね、ですね、一回セイファーと召喚して、で、もう2体で行くしかないですね。はい。2体で行きましょう。2体でこうして、こう。で、セイントミネルバ、ミネルバ効果発動。頼む、ライトロード引いてくれ。これはこっち、ライトロード引いてくれ。引かねえ。あ、トリッククラウンは来た。オッケー。あ、でもまだ動けるね。じゃあまだ動ける。トリッククラウンは特殊召喚できる。ほい、
で何が落ちたんだこれ。あ、白雪落ちたんだ。白雪が落ちた。なるほど。これはじゃあ待って、雷獣竜落ちてるんで、まず雷獣竜を除外しましょう。雷獣竜は除外していく。で挨拶で特殊で雷獣竜効果除外された場合、雷電流でいいかな、これ雷電流を特殊召喚。ソーラーエクシンジ腐ったな。ソーラーエクシンジめっちゃ腐ったな。どうしようかな。雷電流を巻き込めればいいんですよね。ドミニオンキュリオスしたところで感あるしな。ドミニオンキュリオスしたところで感ある。あ、でもドミニオンキュリオスで落として強そうなカードは、でもそんなにないな。そんなにはない。マスカレーナ、マスカレーナ出して、マスカレーナであれか、相手ターン妨害、トロイメア、ユニコーン立てれるようにしといた方がいいか。ここと、ここでトロイメア、トロイメアじゃねえや、 IP マスカレーナ出していく。で雷電流効果発動。雷電流効果で墓地を食らった場合に何らかのモンスターをサーチできるため、これで取り持ってくる。で鳥使う。で鳥効果で除外ゾーンから雷獣竜特殊召喚。はい。で雷獣竜一体で融合。インチキだろマジで。これインチキでしょ。これ絶対おかしいよ。こんなのでさ、こんなのでこいつ立てれるのおかしくね絶対。でこいつは永続効果なんで、多分ねこれね別にねバグースカの発動した効果無効化されるとか、これ大丈夫だ。これ多分サーチできないのは発動する効果じゃねえ。こことここでエクシーズバグースカ。よし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 、お前のフィールド上の全てのモンスターの効果無効化されるぜ。全て攻撃表示のモンスター守備表示になり、守備表示のモンスターが発動した効果無効化される。ちなみに超雷竜の効果は永続効果のため、あのサーチできないっていう効果は発動する効果じゃないからな、無効にはならん。さあお前だけ、うわーうわーやめろー、闇属性やー IP マスカレーナ。いやでも守備表示になるか。あ、そっち、なるほど。何が出てくるの俺。あ、ドラゴン、ドラゴン、まあでも守備表示になれお前は。やばいやばい、全ての全ての盤面が1枚で勝利してしまった。まずい。リヴァイアさんの激光、うわーめんどいくせえ、クラゲや。なるほど、激流層か。オッケー、いいだろう、激流層はいいだろう。え、やばい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 、激流層。これまたリヴァイアさんの激光マジめんどくさくて、リヴァイアさんの激光何、破壊される場合その代わりに除外できるんですよね、機械転生の技師みたいな感じで。めっちゃ強いんですよね。まあでもなんとかちょっとの、あでも結局なこいつ出したところであんまり意味ないんだよな。白雪あんま意味ないですね。白雪、あでもまあ超雷獣とか除外できるんで、まあ強いは強いか。はい、言うて相手もこの盤面からキル取るの無理だと思うんで、効果無効になってるはずなんでね、多分大丈夫だと思う。はい、ステルスクラーケン OK、 ステルスクラーケンは OK、 了解した。要所これはなかなかいい勝負になってきたな。いやで、激流層ね、それそれは激流層。え、殴れないもんね、相手殴れないから。いやこれエンドするしかないでしょ多分。いやドラゴンめんどくせえな、ドラゴンめんどくせえな。もう一番捨てる、わかんねえな。でもなんか最初に捨てた方激流層じゃないじゃん多分。ちょっと迷って伏せた気がするから、多分最初に伏せた方がギルだと思うんだよね。で、除外するのはもうなんかちょっと雷獣竜いらないでしょ、で雷鳥竜いらないでしょ。これさ、こいつら全部いらなくて、で、通常召喚できないモンスター除外しようとかいいからこれでしょ。で、あと何でもいいな、こいつら除外して3、4、5、6、7、よし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 。でこいつは守備表示で特殊召喚で、雷電流効果、雷獣竜効果で、雷獣竜効果で特殊召喚で、雷電流効果でサーチ。よしよしよしいいぞ。いやいけるんじゃない、意外といける。こっから巻き返せるかもしれない。これでサンダードラゴンのアドバンテージ回復能力がえぐいから、デッキからこれだな、回収できる鳥をね。
まあ、超雷流もさあの回収できるんで、これは強いですよ、非常に。よし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 。3体は並んだ。だから、まず最初に、ああ、まあ、2体か、これ実質。これだ。で、次何引く？ドロー！あら、ライデン来た！オッケー、ソーライフシーンじゃ使える。で、それはまあいいや。トリッククラウン効果で墓地を送るとトリッククラウンが出てこれる。でトリッククラウン効果特殊召喚できる。よし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 。3体並んでるぞ。あとはだな、ちょっと待って、どうしてもいいんだ。激流層は踏みに行かないといけないな。まずな、まず激流層は踏むべき。こことこことここで、で激流層を踏みに行って、はい、でこれは効果発動せざるを得ない。あ、でも今あれか、ソーラーエクスチェンジ使ってからでよかったな。ちょっとミスったな。まあいっか、なんだかならんな。雷獣流でいっか、雷獣流にしよう。これ完全にプレミしたな。ちょっとなんで俺ソーラーエクスチェンジ使わなかったんだ。ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。これ捨てるしかないな。でここを戻すだろ。それだろ多分激流層は、おそらくあれは激流層。オッケー、オッケー、出た。ソーラーエクスチェンジ発動。これなんで先に出たかったんだろう。ちょっと本当にごめんなさい。ちょライトロード使いの皆さん本当にごめんなさい。懺悔します。あー、オッケー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 。悪くない悪くない悪くはない悪くはない。これで召喚権使わずアクセスコールトーカーで一回踏みに行けばいいのか。ちょっと待ってくださいね。これ難しいですね。これめちゃくちゃむずいね。墓地から光属性除外するでしょ。こいつ多分いらないから、こうしてでこうだろ。でまだ召喚権は残ってる。で2体でアクセスコールトーカー出していく。ここでアクセスで相手の効果を踏みに行くしかない。行こう。トロイメアユニコーンとコラプサーペントでリンク召喚サーキットコンバイン。あらあらアクセスコールトーカー、アクセスコールトーカーのリンク召喚成功者の効果を発動。この効果によってトロイメアユニコーンを選択し、打点が3000アップするぜ。さあどうする？チェーンはで、なに？くそ、やるじゃねえか。いいだろ、とりあえずアクセスコールトーカーを破壊した。まあいいだろ、2650の大ダメージだ。しょうがねえ。こっからはだな、まずここ特殊するだろ。これ特殊して除外するのはこれと何でもいいか、雷獣流か、雷獣流除外すのか、雷獣流除外して、はい、でこうで雷獣流効果使って、雷獣流効果でなんか出してくる。雷電流しかねえか、雷電流特殊召喚で雷電流特殊。いやサンダーバードむずいな。これ一応セットあるか、セットあった方がいいか、一応セット割っといた方がいいか。これは後からでも出せるから、ちょっと待って、めちゃくちゃむずいな。これセット割っとくか。で宮城サンダーバード効果、ですね、とりあえず未開業のサンダーバードの効果でこいつを墓地に送られるとセットカードを破壊できるっていうことを持ってるんで、とりあえず3100になりながらサンダーバード効果で相手のセットを割っていく。はい、どうする？使わない？はい、何ですかそれは。あ、違いましたね、全然全然違いましたね、全然激流層ではなかった。なるほどなるほど。ホワイトミラー知らねえな、なんだそのカードで。だな、だな、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。これバトルフェーズ入るのか、バトルフェーズ入る。でまず一回その沼地のドラゴンだけしょるか、沼地のドラゴンしょって、はい、しょるで効果発動する。サンダードラゴンの効果で除外するともう何かしらのサンダードラゴンを持ってこれるんで、ですね、まあ、とりあえずここは何除外してもいいな、何を除外してもそんなに変わんねえな、これでいいか。はい、でだ、あ、そっか、カオスクリエイター持ってこれの忘れてた。これいけるぞ、これいけるぞ、これいけるぞ。いや、いける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 。これはね、相手破壊してるとなんか出てきちゃうんで、これディンギルス出せばいいんでしょ。だからこれメイン2でしょ。でカオスクリエイター特殊召喚しましょう。
カオスクリエイターの効果で墓地から闇光闇除外して特殊召喚できる効果。光と闇なんでもいいな。まあこれサンダーバードかなんか除外してサンダーバードを戻しとくか。でカオスクリエイター特殊で、カオスクリエイターの効果発動、カオスクリエイターの効果で対象とするカードは戻せばいいんですよね。これだからサンダーバードとこれ超ライフ戻しな。これもう一回遊べんじゃね、これ戻したらもう一回遊べるのでは。でこれでサンダーバードを復帰させよう、はい、でサンダーバードを特殊召喚しながら他の選択肢カードをデッキ組み戻すという最強効果。よし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 、これは最強なのではないか。でだな、ディンギルスを出すのはな、こことここでディンギルス。でディンギルスは駆使召喚に成功すると、1枚カードを選んでドップポッチを送るっていう効果。これが最強なんですよ。これが最強除去。相手のフィールドのカードを1枚選んでポチに送る。よし、オッケー。これで破壊されたらなんか出てくるっていう効果を発動させることはない。そして白雪は残しとこう。白雪は残しといてコストとして、いや裏にしとけば大丈夫。墓地の白雪は相手ターンで使えば妨害になるんで、多分ねあのデッキね、そんな1枚から動いてくるカッターシャークとかしかないから、カッターを裏返せばいいんです、多分基本的にね。多分いける。おっと、メインフェーズ終了前、大丈夫かそんなクソラゴ展開していて。エンドフェーズ、よし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 。ライゴーリュースサンダードラゴンの効果を発動。ライゴーリュースサンダードラゴンは対象とするカードをデッキトップもしくはデッキの一番下に戻すことができるぜ。これによって俺はライジューリュースサンダードラゴンを戻せばいいんじゃないか。うん、コラップでいいや。ワイバースターこっちでいいや。で一番下に戻しとこう。でデッキトップ多分援軍とか来るんで、これで芝刈りが援軍。くそゴミが。まあ動ける、まあ動ける。でもで白雪効果増するっしょ。白雪くんは手札からも除外できるんで、でこうしまして、あとマジで何でもよくて、でマジでどうでもいいな。この辺除外しよっか。ああこの辺除外しよっか。でカードを7枚除外して白雪特殊召喚ほい。で除外された雷電流の効果発動。雷電流は除外された場合雷鳥竜を持ってくることができるぜ。そして雷鳥竜サンダードラゴンの効果を発動。雷鳥竜サンダードラゴンによって除外されている雷獣竜を特殊召喚。そして雷獣竜一体で、あーオッケー、ちょっとタッチアップね。雷獣竜一体で融合召喚。はっ再び超雷竜サンダードラゴンドラーン。超融合されてもしつこく舞い戻ってくるんで、私はなバードルフェイズだ。うるれうるれうるれなんて強いんだ。その前に芝刈り打たせて、マジで全然芝刈り打てんやん。芝刈り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 芝刈ろ神ゲー。強そう強そう、めちゃくちゃ強そう。とりあえずおはようございまーす。シャルル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 これは、ね、宇宙が始まるね、完全に宇宙でしかない。ビーストウルフ3枚はさすがにやばいでしょ。ビーストウルフビーストウルフビーストウルフ、これが楽しくてやめらんねんだわ。これ1枚が3枚にバカの何が落ちてるんですか。これはサンダードラゴン落ちてます。あサンダードラゴン落ちないね。あ落ちてるね、落ちてるね。サンダードラゴンなんかこれ見よがしに1枚ね、やばいね。これガチでやばいわ。ガチ見にやばいこと起きた。まあ、でもとりあえず雷電から入るか。雷電じゃない、ミネリバからか。何にしてもいいんだけど、正直これ何
なんかできること多すぎてマジでやばいな。どうしよう。まあ一回ミネルバするか、ミネルバするか。うん。一回レベル4みたいでミネルバしよう。まあ、ミネルバドローして考えよう。ライトロードカードの数だけドローできるんですけど、まあライトロード落ちることも結構あるんですけどね、これね。はい。で、シャ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 って3枚落として。あ、なるほどね。はいはい。あんまり強いの落ちませんでしたね、多分ね。あんまり強いのが落ちませんでした。で、まあ、ライトロードサモナールミナスを召喚して、ルミナス効果で、もう芝刈りいらないんで墓地送って、ルミナス、ルミナスもありだけどな、これなんか、でも展開力もうなんか足りてんだよな。これ一回、アサシンライデンじゃねえか、ライデンでもう一回墓地壊ししに行くか。ほい。で、こうしてだな。で、ライデン効果で墓地送ってだな。でだ。白雪効果発動してサンダードラゴンもろとも除外していこう。ほい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 。で、白雪爆弾で白雪爆弾で効果雷電流の効果発動で雷電流効果で雷鳥流持ってくる。ついでにやっていい動きじゃねえ。ついでにやっていい動きじゃねえぞ。一旦カオスルーラ出すか。一旦カオスルーラだだぞ。はい。で、カオスルーラー出していく。で、カオスルーラーがシンクロ召喚に成功した場合、効果を発動。デッキトップ5枚をめくるぜ。5枚の中から、なんか光属性か闇属性のモンスターを手札に加えるということができる。まあ、悪くないですね。ああ、いいですね。まあ、結構いいですね。割と、これはもうモスマンでいいんじゃない？なんでもいいけどね。あ、モスマンでいいや。でだな。だな。マジででもこれやれること多すぎだな。やれること多すぎだな、これな。これとりあえずちょっと邪魔だからどかすか。マスカレーナで一回どかすか、こいつら。マスカレーナと、を出して、で、カオスクリエイターちょっと一回出そう。ねえ、タイタニングギャラクシーで魔法無効にしよう。ライトニングストームとかちょっと怖いし。でだな。ここだな。これだな。ここだな。で、闇属性と光属性除外して、ここと、これ、らしいか。で、特殊召喚だろ？はい。で、除外されている通常召喚できないモンスターをデッキに戻しながら、カードを1枚ドローするという効果。はい。はい、なるほど、いいでしょう。でですね、先にカオスクリエイター効果発動して、ここでもう一回ルミナスかな。もう一回ルミナスはあるな。ここ。ちなみにルミナス君はね、単一制限ないんで、カード名して単一突き忘れてるモンスターなんでね。単一制限突き忘れてるモンスターズなんで、これでもう一回ルミナスが使えてしまうと。いうことなわけですよ、奥さん。もう一回遊べるドン。サモナールミナスの効果を発動する前に一回ちょっとタイタンギャラクシー出そう。レベル8のモンスターが2体でオーバーレイエクシーズ召喚、タイタニックギャラクシー。これによって魔法カードを無効にさせてもらうぜ。そして、ルミナスの効果を発動、ルミナスの効果によってカードを1枚墓地に送りながら、でも何でもいいな、こいつ送っとくか。こいつらねえな。こいつで墓地送っといて。で、墓地の、これはですね、ちょっと月下流立てに行きましょう。で、アサシンライデンを特殊召喚。ほい。で、モスマン効果は、お互いにドローして1枚捨てる。ちょっと微妙っすね。これ使っときます。いや、もう相手ドローしちゃうし、やめよ。でですね、月下流ブラックローズとかいう特殊召喚したモンスターをバウンスできる最強モンスターを出していく。はい。はい。でですね、鳥効果使う。はい。はい。鳥効果使って雷電流を特殊召喚していく。で、一体で融合していく。ついでに出していいモンスターじゃねえ。これ、ついでに出していいモンスターじゃないって、絶対。で、相手ターン、白雪、あるんで、墓地から除外してね。はいはい。これはまあ、あいつ単白雪で裏側にした後に、遠い目やりに行こうと戻すっていう。はい。完璧です。
今何妨害ですか。まず魔法コカード無効、特殊召喚バウンス、サーチできない、白雪で裏側守備表示で白雪だとだったら、マスカレーナと白雪でドロイヤー読み込んできるんで、実質5妨害くらいですかこれ。はい、相手多分これ何もできないですね。サモンプリーストどうぞ、サモンプリーストどうぞ、サモンプリーストいいですけど裏側にしますよ。あなた魔法カード捨てたら特殊ができるんですよね。全然無理ですね、余裕で白雪で。で白雪特殊召喚成功時効果で、君ちょっと一回さ裏側になってくれる、ちょっと一回寝よっか。はい、ありがとう。これでまたトロイマ有効したらもう一回白雪使えるかもね。何もできてねえぞ、相手何もできてないぞ、何もできてねえ、強すぎる。ていうか相手手数少なすぎるだろ。白雪一回止まったぞ、こんな5妨害用意する人ねえわマジで。はい、じゃあバトルフェーズいきまーす。対戦ありがとうございました。強すぎだろ、強すぎだろこのデッキ、やばいわ。やっぱ手札誘発なかったらこうなるっていうことですよ。今あったところで正直芝刈りしてっからあんま止まんないけどね。